おかえりなさい。今日も一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか？よかったらコメントに書いていってくださいね。そして初めてこの動画にたどり着いてくださったあなた、ありがとうございます。はじめまして、しまこと申します。富山県高岡市出身で今22年目のシンガーソングライターです。最近しまこという名前に改名しまして、新しい一歩を歩んでおります。ぜひこの新しい一歩、あなたと一緒に歩んでいけたらとても嬉しいです。このお近づきの印によかったら一曲聴いていてくださいね。おかげさまでこの番組も第42夜を迎えました。日頃からしまこを支えてくださっている皆様、ファンクラブの皆様、メンバーシップという形で活動の存続を支えてくださっているあなたがいらっしゃるからです。今日も感謝の気持ちで、ありがとうという気持ちでこの動画を撮っておりますよ。本当にありがとうございます。では今夜のご案内です。今夜はラブソングになります。去年の9月にね、久しぶりにですねギターを取り出してきて、そして弾き語りで作った歌なんですけれども、その時ですね、熱にうなされていて、もう頭も痛いし、で朦朧としていた時だったんですね。ですが熱にうなされていて眠りながらもどんどん歌が浮かんできてしまいまして、もう止められない感じだったんですね。だから熱があるのにうーって、なんか本当に何かに取り憑かれたようにむくっと起き上がって、熱がありながら朦朧としてるんですよ。朦朧としながらギターで弾き語りをしながら録音していた音源があるんですね。とりあえず録音して残しておかないとっていう気持ちが強かったんですね。でファンクラブの皆様には、ちょっと熱でちょっと朦朧としてる中でこんなの録音しましたって、ちょっと録音した感じの、いい音ではないんですけど、音質的には良くはないんだけれども、ちょっとこんなのが久しぶりにできちゃったので、ギターをね半年ぶりぐらいに触ったんですよね。ずっとね封印してたんですよね、自分の中でね、いろいろあって。でそんな中でできて、朦朧とした中でできた歌だったので、ファンクラブの皆様にね音源を送ったんですよね。でそして皆様からね、感想のお返事をいただいたりはしていたんですが、それ以降ですね、じゃあこの歌を正式にちょっと録音しておこうかなと思って撮ろうとしても、なんとなくねこの時以上の雰囲気が撮れないんですよね。だからこの時のそれがもう完成形で、それ以上もそれ以下もない、それ以上もそれ以下もなくて、もうこれがマストだなと思ったんですね。ね、不思議ですよね。そんなわけでこのまんま YouTube にアップしたっていう経緯があるんです。そんなしまこから降りてきたように、そんな風に意識が遠のいてる中で、しまこが授かってこの世に産み落とした、そんな音源を今日はお聞きいただきたいと思います。しまこで、本当に本当にあなたが好きです、今も。わかりやすくてよかったんだね、恥ずかしくてもよかったんだね。
今も本当に本当にあなたが好きです。今も感想に書いていってくださいね。あ、今日はですね、この上にハッピーニャンが寝てますね。はい。それではここからお知らせです。まもなくですね、まもなく11日にメンバーシップ生ライブがあります。しまこは YouTube におきまして月に3回生ライブをやっております。一つ目が11日、こちらはメンバーシップの生ライブです。2つ目が22日、こちらもメンバーシップの生ライブです。そしてもう一つ29日が一般公開生ライブになっております。今度の11日ぜひ生ライブにあなたも参加しませんか？タイムリーで生でお会いできるのを楽しみにしております。メンバーになるにはメンバーになるというこの下のボタンを押していただけますか？概要欄に URL が貼ってありますので、そちらから入ってきてくださいね。そしてしまこのファンクラブではあなたをいつでもお待ちしております。ファミリー限定のイベント、そしてファミリーに送るアットホームな LINE のご案内、メッセージ、こちらを毎日行っております。人生100年時代、共につながっていく気持ちで寄り添っていただけるととっても嬉しいです。あなたのご参加お待ちしておりますね。ご入会方法は概要欄にしまこファミリーの URL が貼ってあります。そしてもしくはしまこファンクラブ、しまこファミリーで検索してくださいませ。それでは今日もしまこと一緒じゃんけんいきましょうか。今日はですね、しまこと一緒に行くツアープランを一緒に考えたいと思います。皆さんのね、選んだ数字で参考にさせていただきます。1、2、3で選んでみてください。
まあ、島子と行くツアーっていうのは、まあ、現実的に考えると、少人数でしか開催ができませんのでね。うん。ぜひね、1、2、3で選んでいただいたメンバーを、また記録にも残りますので、参考にさせていただいて、グループ分けしてみるのも楽しいかなと思っております。いつも見てくださっているあなた、自分は何番だったよとかね、コメントの方にも入れてもらえると嬉しいです。それでは、参りましょう。今回、割と現実的な場所になっております。せーの。新まこっと一緒、新まこっと一緒、新まこっと一緒、1、2、3。はーい、決めていただけましたか？ではではでは、1だったあなたはですね、新まこと高岡の道の駅万葉に行きまして、そこで10段アイスを食べるというツアーが決定しました。これはかなり現実的です。はい。今日1番だったあなた、ちょっとメモしておきますね。そして2番のあなた、2番のあなたはですね、しまこと一緒に、しまこの小学校の通学路を一緒に歩いてみるというね、お散歩をすることが決まりました。これも現実的ですね。これも現実的ですね。だいたい40分、大人の足でも40分もうちょっとかかるかもしれないですね。結構ありますので、皆さん水分とね、お菓子とお菓子とね、バナナとね、いろいろ用意してきて、みんなで行きましょうか。2番の人、チェックしておきます。そして、3番の方。3番だった方はですね、しまこと一緒に、高岡のご当地グルメ、高岡流お好み焼きととまるを、3軒、はしごして、食べ歩きするということが決まりました。高岡にはね、高岡流お好み焼きととまるを提供しているお店がたくさんあるんですね。その中から3つ3店舗選んで一緒に食べに行きましょう。これもかなり現実的ですね。ね、少人数なら明日にでもできますからね。ちょっとメモしておきますね。はい。あなたはどれを選んだか見ておきましょう。それでは、今日の1、2、3のしまこツアー、よーくイメージしていただきながら眠りについて、ぜひその夢の世界に入ってくださいね。楽しみにしておりますよ。ととまるかな？ソフトクリームかな？それとも遠足かな？ね、どれもいいですね。それでは深呼吸してリラックスしてお休みしましょう。あ、その前にしまこはいつもブログを更新しております。ブログはお花しまこで検索してください。もちろん概要欄にも貼ってあります。そしてツイッターも毎日更新しております。概要欄に貼ってあります。ぜひフォローしてみてくださいね。では、わっしょい深呼吸いきましょう。人生は、祭りだ。わっしょー深呼吸。ふぅー。リラックス。はぁー。はーい。ありがとうございます。それでは、今日も一日お疲れ様でした。よく頑張りましたね。ゆっくり休みましょう。おやすみなさい。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り尽くせない最上級の感謝だから。